仙台市内の全席洗面全民が泉中央に安く行ける方法を教えます。普通に青葉通りまで行って乗り換えてもこの値段です。高いですよね。仙台市内の全席洗面全民はどこでもいいので北仙台まで行ってください。今回は小鶴新田から北仙台まで行きます。小鶴新田からだと IC 運賃が1円安いのでそちらで行きます。最初に全席線に乗ります。いつものように青葉通り行きで205系仙台駅に降りて仙山線ホームへ乗り換えます。最近できたエレベーターからの方がスムーズに行けますのでおすすめです。まだ少し歩きますよ。仙山線ホームに到着、乗車します。北仙台駅に到着、そして改札を出ます。ちょっと少し歩き、地下鉄に到着。運賃表を見たら、なんと60円安いです。泉中央まで250円はお安いです。では、乗りましょう。ガタンゴトンガタンゴトン。泉中央駅に到着しました。青葉通りまで行かなくても、仙山線経由で北仙台まで行き、乗り換えた方がお得となります。ちょっと時間の余裕があれば、ぜひ。